軍境とは、多くの軍事拠点を要する地域を漠然と指して呼ぶ言葉。特に近現代において、国民国家が要する軍隊と、その関連施設の集中を、このように表現した。字面は、軍隊の故郷、軍隊の町を意味する。類似表現として、軍都も使用され、こちらは、軍隊の都市を意味する。この語句が指す地域は、中世、近世の日本においては、軍事拠点である城を中心に発展した城下町という語句が指す地域と類似した特徴を持ち、主に時代によってその呼び名を変化させる。日本では第二次世界大戦の終戦までは、師団、連隊の駐屯地、陸軍学校、陸軍病院、工廠、軍需工場など多くの軍関連施設が点在する地域を軍の故郷として軍郷と呼んでいた。特に首都東京の関東近郊をはじめ、海軍の拠点が置かれた広島、大阪、名古屋などの主要都市には、多くの軍関係施設が設けられ、軍郷、軍都と呼ばれた地域が存在した。このような都市では、軍隊が地域の産業に大きな影響を及ぼしている場合が多く、軍記載や地域の恒例行事を通じて、住民生活に密接に関わっていた場合が多い。これらの都市は、戦時中には、本土空襲の標的にされ、名古屋大空襲のように、大規模な空襲が加えられたり、広島や長崎のように、原子爆弾が投下され、多大な被害を出した地域もある。軍号、軍都の言葉は、第二次世界大戦の終戦以降、軍の解体に共に使われなくなったが、相模原市の都市計画の事例のように、旧軍施設の区画割が、戦後の土地利用に反映されることも多く、都市の成り立ちに大きな影響を及ぼしている。北海道東北地方、関東地方、中部地方、近畿地方、中国、四国地方、九州地方、朝鮮、台湾がアメリカ軍に接収され、返還後に自衛隊の駐屯地となったケース、自治体によって学校施設や大型団地、公園などのに転用されたケース、道路や橋が当時のまま活用されているケースなど。ありがとうございます。